三菱重工と川崎重工が開発しているレーザー兵器がわずか100円との情報が飛び交う中、イギリスが開発を進めていたレーザー兵器のドラゴンファイアのミーテストがマジでヤバい状況との情報をキャッチしました。今回はレーザー兵器に革命を起こしたイギリスのレーザー兵器ドラゴンファイアを詳しく見ていきますね。1照射1900円に驚愕ですよね。1キロ先の標的を正確に捉える能力も備わっている。これは中国が盗みたい極秘案件ですね。2024年3月、イギリスの国防省は新たな防空兵器の可能性を示すレーザーを用いる指向性のエネルギー兵器のミーテストの様子を記録したとされる。およそ30秒ほどの短い動画を公開し、世界の注目を集めている。このイギリス国防省が公開に踏み切った動画は、これまで軍事機密として一般への公開が伏せられていたもので、同省ではドラゴンファイア、ドラゴンファイアと呼称している、いわゆるレーザー兵器とされているものだ。今回公開された映像には、薄暗い背景の中で地上に設置されたドラゴンファイア、ドラゴンファイアが上空を飛翔する目標に対して一筋のまばゆいばかりの閃光を放ち、目標に命中したであろう様子が収められている。このドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した空中の目標に対する迎撃テストは、イギリスのスコットランド地方の北西部に位置するヘブリディーズ諸島の射撃訓練場で行われたものだと説明されている。ここに収められたドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した迎撃テストとされる映像は、今年2024年に1月中旬に実施されたものと言われているが、公開された映像を視聴しただけでは、何が起こったのか判別が難しいように思える。イギリス国防省側の説明によれば、この映像は、剣のレーザーを使用した指向性のエネルギー兵器、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアが、空中を飛翔する目標物を初めて破壊、迎撃に成功した瞬間だと述べられている。公開された映像は時間も短く、そこで記録されている内容も画面は暗く、お世辞にも鮮明なものとは言い難いが、イギリス国防省省側は有視界内の全ての目標に対して攻撃を行うことができる兵器だとしている。さらに、イギリス国防省は、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアの兵器としての可能性を示すものとして、同兵器は 1km 先のコインほどの大きさの目標を正確に捉えることができると述べており、非常に高い命中精度を確保していることを訴えた。これまでにも、イギリス国防省は、このドラゴンファイア、ドラゴンファイアに関する情報を発信してきた経緯があり、例えば、2022年10月には、同省内の防衛科学技術研究所が、イングランド南西部のウィルトシャー州のポートンダウンの実験施設でのテストの実施を明かしていた。この時に、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、3.38km 以内の距離において、様々な材質が使用された無人航空機を標的として設定。これらに、高出力のレーザーを用いる指向性のエネルギー、兵器を照射するテストを行っている。このテストの結果として、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、用意された様々な材質が使用された無人航空機にレーザーを命中させ、その表面の金属を融解させることに成功したと発表され、実用段階に近づきつつあることが予見されていた。この2022年10月時点で、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアには、1億ポンド、日本円換算で、当時およそ165億円、今のレートでは、およそ190億円に、相当の開発資金が投入されていると公表されており、画期的な新機軸の兵器の開発という点から見れば安価にも感じられたものだ。ここから、今年2024年1月で、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアの開発は、およそ10年の歳月が経過したと考えられているが、さらに、実用化が現実味を帯びてきたと、今回の映像の公開を解禁した点からは、見さすごともできるだろう。ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、再三記述してきた通り、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射する形式の兵器であるため、目標へは、光速度で到達することを意味し、攻撃におけるタイムラグはほとんど発生しないと言える。
ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーは、無人航空機や各種のミサイルの迎撃を想定してテストが行われており、この目標までの到達速度という点で非常に優れているが、現時点では、それらの破壊に至るまでには、少なくとも、10秒以上の連続照射が必要になるとされている。このため、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーを、有効な無人航空機や各種のミサイルの迎撃手段として運用させるには、そうした目標物の同じ部分への連続照射をいかにして持続させるのかという、誘導技術の確立も鍵になると思われる。それでも、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーは、この10秒間という単位でのレーザーを用いた指向性のエネルギーの照射を行っても、それに要する費用は、10ポンドドルでは、およそ13ドル相当、日本円でおよそ1900円相当と非常に安価であることが特徴だ。2023年11月からのイスラエルとイスラム武装組織ハマスとの戦闘でも注目を集めたが、イスラエルが誇る現時点で、世界でも有数の防空能力を誇るとされるアイアンドームの場合、その迎撃弾は一発5万ドルだとされている。イスラエルのアイアンドームの場合、目標を確実に迎撃するために必ず目標に対して2発単位の迎撃弾が発射される仕様であるため、これにかかるコストは少なくとも1目標あたりで10万ドルにも達することが確定している。このコストは今後ますます増加する方向にある無人航空機の普及を考慮すれば早急に解決しなければならない課題であり、イスラエルもレーザーを用いた指向性のエネルギー兵器であるアイアンビームを開発中だとされている。さて、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーに話を戻せば、同兵器の開発には、イギリス国防省に属する国防科学技術研究所と、ミサイルの開発で著名な MBDA 社、イタリア有数の軍需企業レオナルド社のイギリス現地法人である、レオナルド UK 社等が参画している。イタリア有数の軍需企業レオナルド SPA 社は、レーザーを用いたターゲティングシステムに代表される、軍事用のレーザーの分野では、世界市場でも、およそ6割ものシェアを獲得しており、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーにも、その技術が投入されている。ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発に加わっているレオナルド社の子会社で、イギリス現地法人であるレオナルド UK 社は、同兵器の心臓部ともいえる高精度のレーザー照射装置を提供している。このレオナルド UK 社製のドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーに実装された高精度のレーザー照射装置は、最大で 50kW にも及ぶ高出力レーザーを実現しており、前述したように、無人航空機や各種のミサイルの表面の金属を融解させることを成功させている。従来までは、レーザーを用いた指向性のエネルギーの照射は、悪天候時、特に、降雨の際には、レーザーそのものが、大幅に減衰させられてしまい、結果、迎撃に必要な威力を維持できないという欠点があると指摘されていた。しかし、前述した2022年10月に行われた、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの一連のテストによれば、降雨の環境下でも、同兵器のレーザーの威力は、迎撃可能なレベルに維持されており、見事に、その任務を遂行したと伝えられている。イギリスは、首都であるロンドンが、霧の街と形容されるほどに、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射するこうした兵器の運用には、不向きな地理的環境とも目されていたが、イギリス国防省の報告が事実なら大いなる効果が期待される。日本も、雨量の多い高温多湿な気候の環境下にあるため、今のイギリスの、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発が順調に推移し、実用化が図れるとすれば、非常に、大きな今後の防空体制の整備の助けになる可能性があるだろう。イギリスでは、ドラゴンファイアー、ドラゴンファイアーの開発を進め、今後は、同国海軍で12隻が運用中の23型デューク級フリゲートや、同国陸軍で運用中の M38 ウルフハウンド装甲車への搭載を目指していると言われている。
海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が完了し、認証テスト待ちに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしています。F-35B 戦闘機の配備先は、新田原基地と決定しました。今回は、護衛艦いすも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきます。今さら、F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあります。次世代戦闘機が必要になるのかどうかも、不明な状況へ向かっています。世界中の兵器が一変している状況という声もあります。2024年4月現在、海上自衛隊最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めています。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば、戦後初の航空母艦保有ということになるわけです。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているので、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっています。実はアメリカ以外では、F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は、日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されています。2015年前後、イギリスは、F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していましたが、近年は、高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が、現実味を帯びてきているとのことです。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況なのです。冷戦終結後の流れとして、今後、ヨーロッパでは、従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからです。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったのです。しかし、ご存知のように、2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシアウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明です。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られています。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属です。さらに、この艦はアメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているのです。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深める側面があるためと思われます。また、アメリカの保有する強襲揚陸艦にも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、こちらも艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別なので、同期の性質を物語るものになっていると言われます。
イギリスやアメリカでの F3 後ライトニング2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定です。出雲型護衛艦は海上自衛隊 F3 後ライトニング2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められています。こういった運用体制について海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していましたが、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定なので、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるようです。アメリカ軍ならば、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F3 後ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっています。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機とその名前を知られている機体ですが、従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトに比べると、圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体です。実は、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度は約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして、貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているのです。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は、迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではないでしょう。作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているようです。一方、日本の場合、出雲型護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないので、物資や人員の大量輸送を直接担うのは、事実上、困難と言わざるを得ません。陸上自衛隊は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で、9機保有している状態ですが、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないので、そことの連携も必要になってくると思われます。その場合、出雲型護衛艦等の艦艇が海上自衛隊 F3 後ライトニング 2B 型等の戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と全ての所属が異なるので、指揮命令系統の一元化が求められることになります。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは、想像に難くありません。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるのでしょう。ただしあくまでも試験ですが、今、まさに、航空母艦化改修中の出雲型護衛艦2隻とその艦載機の F3 後ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようです。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたものです。海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば、実験艦としての役割が大きいとされました。2008年時点ですでに出雲型護衛艦に関しては、海自内部では、F3 後ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされましたが、当時の時代背景を考えると、政治的にも、日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていました。そのため、海上自衛隊が独断でこうした決定を下せませんから、将来的な F3 後ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があります。先見の明があったと言いたいのでしょうか。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F3 後ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られます。この数は決して多くはありませんが、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われますね。
かねてより建設中だった海自の、そう、夕方潜水艦12隻ですが、すべて収益を迎えました。令和2年には、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラですが、最初は、変な感じと思ったものですが、慣れるとぴったりだなという気になりますよね。今回は、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて紹介します。通常動力型潜水艦では、日本は、世界トップクラスと定評があります。ちなみに、アメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われています。つまり、日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるようですね。さて、タイゲイの話をします。2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦タイゲイ。先輩潜水艦である、そう、夕方11番艦闘竜、12番艦横竜をさらに進化させた艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の、そう、夕方闘竜以後の艦と同じ推進方式を採用したのですが、タイゲイ派最初から専用で設計されていたのです。このおかげでしょうか、タイゲイ派闘竜などより、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲を獲得できました。メリットはもっとあります。設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったとされるのです。スペースに余裕ができたので、乗組員の福利厚生についてもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったのです。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったのです。おそらく今までは、女の区別はなかったのでしょう。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを紹介します。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0m、最大幅 9.1m とされています。公表されていない水中排水量は4250トンから4300トン位ではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり、耳である装置はソナーです。敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が採用されています。これによって、従来よりも、ターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたのです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけです。タイゲイの兵装ですが、従来型と同じように、6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用している、いわばベストセラー兵器です。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているのですが、タイゲイの収益状況によっては、時間的に、多少のズレが生じる可能性も囁かれているようです。2018年平成30年12月発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、総流型12隻、親潮型9隻、そこにタイゲイを加えると、一応、22隻体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられますし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれません。現在の日本にとっての仮想敵国は、お隣の軍事大国中国です。中国海軍が、
猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されます。しかし、そうなった場合、問題があるのです。現在でも苦慮している乗組員の確保です。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいのですが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られます。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。余談ですが、批判されながらも、各自治体に、高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応でしょう。拒否しなければ、勝手に、自治体が、防衛省か、総務省あたりに提出としてしまうんですよね。一般企業としてもこういった名簿は、喉から手が出るほど欲しいものだと思いますけど。隊形には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題がある潜水艦とも言えるかもしれません。先輩格である、双竜型が65名だったので、わずか5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行していると感じられますね。では、中国が、隊形型について、どんな見方をしているのか、分析していきましょう。2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、隊形についての意見を発表しました。従来型の、双竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。隊形の水中での静粛性に特に注目しているようです。静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもありませんね。中国軍網は、隊形派優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。隊形の高スペックは事実ではありますが、中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと気味悪い感じがしませんか？裏がありそうで安心できませんね。また、もう一つの中国メディアの意見も紹介してみます。2020年10月17日の今日頭上というメディアです。前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているのですが、あくまでも、隊形派通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に、原潜の優位を主張しているようですよ。つまり、中国は、新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である、隊形がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したわけです。確かに、原潜は、燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも、一旦稼働したら、理論上は、永遠に海中に潜んで言われると言われます。乗員のメンタル、福利厚生は完全スルーしての話ですが。しかし、中国は、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると見られています。ですかに、このままでいてほしいものだという声がちらほらと。何回か取り上げていますが、非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵に、上ガラス、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、我々の原潜がナンバー1、と思い込んで、通常型潜水艦について色々と探らないようにしてもらいたいですね。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利なので、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようですよ。まあ、孫子を産んだ国ですからね、こちらの思惑通りに行くとは思えません。むしろ、こちらが舐めてかからないようにしたいものです。